豚肉をフォークでほぐしている。プルドポークサンドイッチ。プルドポークとは、豚の肩肉に低温でじっくり火を通し、細かくほぐして、ソースで和えた料理。アメリカ南部のテネシー州、メンフィスやノースカロライナ州の代表的なバーベキュー料理とされる。本来は、野外で長時間いぶして作るが、屋内でスロークッカーを用いて蒸し煮にするタイプもある。パンに乗せたり、 単独で食べたりする。見た目は武骨だがフォークでほぐせるほど柔らかく、油を落として肉の旨みを味わうことができる料理である。プルトポークにはトンケンロースの塊肉が用いられる。まずパプリカ、ブラウンシュガー、クミン、チリ、塩コショウなどのスパイスミックスを肉の表面に揉み込む。ふつきのバーベキューグリルに炭やスモーク材で置き火を作り、直火を当てないように肉をいぶす。 スパイス層がスモークされることでバークと呼ばれる風味の強い薄皮ができる。半日経って肉が柔らかくなったらフォークやトングで細かくほぐす。熊の爪状の専用器具を使うこともある。加熱中に肉の内部温度が摂氏65度を超えると表面で水分の蒸発が盛んになって温度が上がりにくくなる。それを防ぐため肉を アルミホイルで包むやり方をテキサスクラッチという。この方法では調理時間が短くて済むがバークができにくくなるため好まないものもいる。バーベキュー以外にもスロークッカーや家庭用オーブン、電気圧力鍋を使うやり方もある。摂氏135度の低温にセットしたオーブンで6から8時間焼くと塊肉はおよそ半分に縮み容易にほぐれるようになる。 圧力鍋では1時間程度の加熱で十分である。スロークッカーを使う場合、肉をドクターペッパーやコーラで煮込み、ほぐしてバーベキューソースで和えるだけの簡便なレシピが知られている。これらの場合でも、塊肉にスパイス類や塩コショウを表面にすり込んでから、冷蔵庫で一晩寝かせたり、蒸し煮にする前に表面に焼き目をつけたりすることで、本格的なプルドポークに近づけられる。 大きな塊肉を使って安価に作ることができ、メニューの応用も効くことから、パーティーやポトラック向けの料理とされる。プルドポークの調理例バーベキューグリルで焼いた片肉ブロック。ほぐした後、プルドポークサンドイッチと別添えのバーベキューソース。後ろの小鉢はちゃうちゃう。プルドポークと赤漏れのナッチョス。プルドポークオーバーライス。 バーベキューが盛んな米国南部には地域ごとに異なったスタイルがあり、そのうちテネシー州メンフィスを代表する料理がプルドポークである。同市では豚の肩肉にニンニクやパプリカなどをすり込んでから時間をかけて焼き、酸味のあるトマトベースのバーベキューソースで味付けする。プルドポークをサンドイッチにする食べ方は多くの地域で見られるが、メンフィスではピザやナチョス、 スパゲッティと共に食べることもある。プルドポークという言葉は、テネシー州西部で遅くとも1973年には使われていた。1980年以降、全国的な小売りチェーンであるクローガーが商品化したことにより、近隣路州を越えて知られ始めた。1990年代から2000年代にかけて、バーベキューブームとインターネット文化の発展によって、 全米各地のレシピが混合する中でプルドポークも浸透していき、元からあった調理法に置き換わるまでになった。ノースカロライナの一部にも丸ごと焼いた豚から肉をむしり取って食べる伝統的なバーベキューがあった。酢に塩コショウと海塩ペッパーなどを混ぜたソースが使われていた。しかし1990年代に著名なシェフがノースカロライナプルドポークという名のレシピを広めたことで、 ノースカロライナは一般的なプルドポークスタイルの発信地とみなされるようになった。カンサスシティのバーベキューでは伝統的にポークリーブやスモークハムが中心だったが、やはり2000年代に肩肉をほぐすプルドポークが定着した。アラバマではストマヨネーズのソースを使ったプルドポークサンドイッチが人気である。日本ではほとんど無名の料理だったが、2019年、 ごろから注目され始めた。米国食肉輸出連合会は2020年1月の日米貿易協定発行を機に、米国産豚肉の消費を拡大することを狙い、この時期にプルドポークの普及活動を行っていた。飲食店情報サイトグルナビは2020年のトレンドメニューにプルドポークを選び、取り扱い店舗が2年間で2.7倍と急増していることや、 肉しい料理やバーベキューへの関心が高まっていることを挙げた。ウィキメディアコモンズにはブルドポークに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。